にあの滑り台みたいなのが降りて見えるっていうところじゃないんですけど、地震 の、 あの体験をさせていただくのは、あのクラスの中で手を挙げたけどちょっと弾かれちゃったんで、ずっと乗りたかったんですけど、ね、で宗くんはね、まだ小学校2年生でそういうのをやったことないもんね。やっぱり一度体験してるかどうかで全然違いますよね。今日体験していただくのにですね、この揺れの強さはやっぱ同じの地震を体験したあれになるんですけど、やっぱりその実際お株が倒れていったりですね、机も動くんですけど、まあ、あの体験していただくのは机が固定されてますからですね、本当はもっと怖いはずなんですけど、まあ、それでもですね、同じような揺れを体験しています。東日本大震災と同じ揺れをですね、やっぱり持ってみたら怖いと思います。家にいたんですけどね、やっぱりすごい揺れて、宗くんはね、まだ浮かれてなかったからね、そこまではみんなね、経験しないですね。宗くんもだからびっくりすると思うよ、きっと。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、着替えました。見てください。なんか声がしますね。なんだ、制服がなんか違います。そう、なんかこれはね、よりあの防火力が高い服なのかな。あー、そんなあるんですね。あ、乗りたいです。いいですか。じゃあマリアさん、はい、せっかくなんで、あの上からの景色ちょっと撮ってほしいですよ。はい、楽しかった。うん、もう一回乗る予定です。もう一回乗るの、はしご車おかわり。こう揺れるよ。そうなんですか。揺れるし、ビル40、あ、じゃあ15階分ぐらい本当行くんだけど、今日は何階分、風が強いから。今日はまだ4階目くらいで、あれで4階分でもビル15階なんてとんでもないですよ、これで行ったら。でしかもね、私ね、上行ってびっくりしたんだけど、私の後ろ超開いてんの。ここほら、いやーって言ったらお尻が出るから、あれおかしいなと思ったら落ちちゃうじゃんみたいな。わかった、うわー、腰が僕と柳マンさんでさっきまでふざけて、あのはしご車バンジーやりたいですねっていう話をしてた。とんでもないですね。下から見ててちょっと怖かったです。だって私フランキーキャーって言ってた柳マンさんだから。確かに。
確かに。何ぐらい揺れるんですか？
怖い。楽しみって言っちゃいけないですね。これであれですね、地震来てもなんかもうここで慣れてしまえば、そうですね、ワンチャン逃げ切れる。そうですね、まずみんな緊張して体動かなくなっちゃうんですよね。はい、やっぱり一回体験してるだけで違うと思うんで。そうですね、楽しみ楽しみだけじゃない、無理、本当は恐怖だからね。これが実際に起きたらね、どれぐらい続くかどれぐらい揺れるかってわからないからね。じゃあどっか捕まる、まあでも普通に会話してて急に揺れるって感じですもんね。そうですね、はい、お願いします。はい、では早速ですが始めさせていただきます。はい、緊急地震速報という実際 の携帯電話の音声が流れますので、その後に揺れが起こりますので、はい、気をつけてください。はい、で今回揺らす大きさが地震 の規模ですね、はい、実際の規模と同等の地震を発生させます。はい、で今回起こすのが熊本地震、熊本県で発生した地震ですね、はい、こちらの部分を実施させていただきます。はい、あれ震度いくつでしたっけ。震度7。 7!? 7は体験したことがない。震度何まであるんですか。震度7まであります。7までだからマックスだよね。はい、では今から始めますね。今はいくつまで体験したの。あ、なんか揺れる。
よ。イエーイ。イエーイじゃない。イエーイじゃない。イエーイ。今のがですね、プレート地震が入りまして、まあ、おっしゃったようにこう長いと感じられると思うんですが、こう長い大きな揺れが続いたのがこの地震の特徴になります。全然違いますね。違いますね、さっきの地震と。わかった。はい、もう立ってられないでしょうね、実際は。そうですね、2、3分ですけど、それをやはり体感したら、それをずっと長く感じる、うん、いや、宗くんはちょっともうアトラクションみたいな感じでね、もう何もまだ知らないとそう思っちゃうかもしれないけど、これ実際自分のお家だったらどうなる？そうそう、何かが落ちてくるし、火事にもなったりだったりとか、もう本当に二次被害、三次被害ってあるからね。でも、ここに捕まってるのはママで、家にあと頭を守るのじゃ。そうだね、頭を守ってね。そうだね、震災校の子だからね、いろいろそういった訓練を学校で受けさせていただいてるんで、しなくい。そう、だからそれはね、結構身についてるけど、いざね、とっさにね、あの時って本当に地震が起きたら体がね、硬直して動かないっていう人がいっぱいいるわけよ、むねくん。ママ、それがここにか。いや、それだともうはみ出てるよ、むねくんは。でも、とにかく、もう今ヘルメットだったりとかもね、あの開発された。開発じゃなくて、お家にね、準備するようにっていうふうになってるからね、身を守るためのものがね。でも、それだって、じゃあ玄関にヘルメットがあって、取りに行けるかってなったら、結構これはもう、あんなに揺れてたら、ママたち今だって、動けなかったでしょ。そう。だから怖いよ、本当に、ね、そう。今はね、アトラクションみたいに喜んでるけど、実際にこれが自分の家で起こったり、学校で起こったりとか、ね、あとママと今一緒だから安心してるけど、ママと離れ離れになってたら、街がぐちゃぐちゃになってたりしたら、ムネくんしばらくママと会えなくなっちゃったりするのね。すごい怖いことだよ。ね、だからそんなあれでイエーイなんて、とてもじゃないと言ってられないからね、本当は。いや、でもこれは経験してるとしてないとでは全然違いますね。そうですね。いや、すごかったです。だって結束がつかないもんね、その直下型なのかとね、横揺れなのかとかって。怖かった。なんかダメですね、2011年にね、経験してはいるんですけど、しばらく経つとやっぱりちょっとね、忘れちゃってたところがいっぱいあるんで、今一度こう気を引き締めて、はい、あの何か起きた時にはもうすぐに対応できるように準備しておこうと思いました。空気が乾燥してきて暖房器具を使用する機会が増えてくる季節です。ぜひ皆さん、大切な命を守るため、火の元、火の取り扱い十分に注意して、いきましょう。今日はありがとうございました。気をつけようね。